ドラえもんがチェア上げて上水平3点ドリルチェアからのモザイク。ちょっと今日は緊急で今動画を回してるんですけど、小次郎と言います。よろしくお願いします。おまたざマニアックと申します。プロダンサーの方です。一般人ダンサーです。今日はちょっと見たい動画がありまして、はい、リアル秋葉ボーイズさんと山海 TV さんにコラボしたお邪魔女ドレミの踊ってみたみたいなやつ、ちょっと見てみたいなと思って、この朝4時に、はい、朝4時です、はい、そもそも僕と小次郎さんがすごく好きな動画で、この間この動画の話になって、ちょっともう一回見てみよう、じゃあ解説撮ってみようって感じで、正直解説しきれる気がしないんですけど、多分ゲラゲラ笑う動画になります、はい、あのものすごい情報量が入ってます。ちなみにリアル秋葉ボーイズさんはオタクで踊れるダンサー、山海 TV さんはプロのバレエダンサーということで、山海 TV さんの方で上げられてる動画をちょっと今から見ていきます。お邪魔女ドレミのお邪魔女カーニバルを踊ってる動画です。いきましょう。神回だね。あのちょっと待って、まあ、タイトル大事ですね。タイトル大事ですよ、これ。こんなお邪魔じゃドレミは嫌だ。この動画結構テロップとか入ってるんですけど、情報量エグいんですよ、うんうん、プロダンサーですよね、はい、一応ダンスを中心にちょっと見ていった方がいいかなと。できるかな。それじゃあいきましょう。見ていきますよ。なるべくこう止めないようにいきたいですね。はい、いきましょう。もうまず配役、うん、みんな男やん。成人男性7人がお邪魔女ドレミのコスプレやってるっていう最高の絵ですよね。こんな感じでアラサー何人いると思って。ほぼほぼがアラサーですよ。しかもあのトゥーシ君とドラゴンさん同じ色なんですよね。アイちゃんってキャラクター。あー確かに。お邪魔女ドレミのアイちゃんが2人いるんですよ。で圧倒的おかしいのが2人目に分かって見えるのが緑色の生物、はいはい、マジョリカです。マジョリカです。あとはアフロドレミちゃんです。ドレミちゃんっていうキャラです、はい、山海さんセンターいるのはこれ音符ちゃんってキャラクターです、はい、でゾマが、ハズキちゃん、ハズキちゃんでネスがモモコちゃんっていう配役があって、そこに注目しながら、うんうん、ここでこんな喋ってたらやばいですね。そうですね。何ですか、うん、いやちょっと緑色の早いマジョリカってキャラクターらしいですよね、はい、これマジョリカです。ナメック星人ではないと思います。じゃあいきますよ。おーちょっといいか、ちょっと結構すごいことやってます、うん、すごいことやってるんだけど、テロップとかの情報が多すぎて入ってこないわ。あの一旦テロップ無視しましょうか。なるべく無視した方がいい気するんですよ。でもここすごいですよね。あつきくん、ドレミちゃんはラビット、ドラえもんはドラえもんじゃない。あの、まあ、アイちゃん、ドラえもんアイちゃんはクリケットっていうごつい方のアイちゃんね。ただだるまさんが転んだをやってる。あ、おお、すごい。ああ、これちょっとまた割りですね。また割り。ストリートダンサー風に言ったら しっかりしたゲッダン。ゲッダンね。こんな開かないですよ、ね。うん、男性でこんな開くのはさすがバレエダンサーさすがところですよね。はい、ちょっとダンスですね。ドッキリドッキリカロの90一周半。片手逆立ちでくるっと回るのを90って言うんですけど、ドッキリドッキリどんどんこのステップからの一周半綺麗な、あのステップから一周半回れるのはドラゴンさん、あ、アイちゃんだけですよね。あとちょっと今言うことじゃないと思うんですけど、リアル秋葉ボーイさん15周年おめでとうございます。ありがとうございます。はい、アイちゃんの、はい、マジョリカかな。そもそもなんだこの緑って。はいはい、スタートしましょう。あれは一応ジャッキーチェンの水拳2でジャッキーがやってる動きからの、あのネタなんで。あ、そうなんだ。これは確かな情報です。あのソースどこですか。ソースは僕がもうジャッキーチェンファンなんで見抜いてて、マロンはその通りです。おー、さすが。ナメック星人の方。ナメック星人じゃないじゃん。マジョリカさんが一応反応されてたんで、あれはジャッキーチェンの水拳2がいいですよ。それでカンフー結構取り込まれるんでね、皆さん。どんどん言いましょうか。あ、うん、まあ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 チアーから逆立ち振りですね、はい、遊園地ですかね、歌詞に合わせて合体系のこれ組み技系ルーティンですよね。ルーティンですね、はい、最近Dリーグの2021シーズンでも夏木がSP ダンサー、 SP ダンサーして構成特集に参加してその時やられてたり、はい、ああなるほど。このルーティンを使って D リーグの舞台で参戦されてました。もうかましてらっしゃいました。情報量多すぎるんですごく見えないかもしれないですけど、いちいちね細かいところまで突っ込んでたらねキリがないんでね。こんなすごいルーティンやってる横で、はい、トゥーシ君もなんかフットワークしながら前に出てますよね。ネス君ウェーブですね、はい、モモコちゃん役のネス君タットっていうダンスですね。
はい、ゾマヤンさんの、はいはい、フラームーブ、フラームーブ、ネックムーブで、ドラえもんがチェア上げて、上水平3点ドリルチェア、チェアからのモザイク。ドリルからチェアモザイクです。モザイクダンスでした。モザイク言いました。これがだから山海さんの編集力。やっぱ山海さんユーモアセンスすごいんですよね。素晴らしいですね。動画って編集者のセンスめちゃめちゃ出るんですよね。そうですね。その編集者が変わると有名 YouTuber もね、再生数落ちちゃったりするし、そうおかげさまでね、この機械な行動がすごい爆笑動画に変わってますもんね。機械に拍車がかかってますよね。はいはいはい、まあ、ダンスもちろんすごいですけどね。あと僕これ気づいたんですけど、はい、あの僕この動画見る前に、はい、おじゃまじょドレミのオープニングしっかり見て、アニメの方の、はい、オープニングでそのパートで出てくるキャラクターをちょっと意識してるんですよ。このパートで葉月ちゃんからの愛ちゃんってのを葉月ちゃんからの忠実に再現している、はい、ちょいちょい忠実にパートを意識してる部分は、前半にマジョリが出てきたとこあるじゃないですか、はいはいはい、あそこは本当にアニメの方もマジョリからパートだったんです。なるほどなるほど、まあ、こっちの方は完全にナメック星人ではありましたけど、はいはい、で今の B メロのところも葉月ちゃんゾマ君からのドラゴンのパートはアニメの方も実際ちょっとそうなってるんですよ。あ、じゃあオープニング見てから見るといいですね。そう、そうです、そうです。見比べてみたら、うんうん、ちょっとだけ意識してる感じが伝わってきて、で、ちょっと悔しいんですよ。ふふって笑ってしまうんですね。そう。おそらく山海さんがディレクションされた動画だと思うんですけど、山海さんはそこまでちゃんと言ってらっしゃいます。他の動画も気になるですね。はい。はい。おー、これはチェアぐらいですね。チェアというフリーズの状態でぐるぐる回るとでも小次郎さんは厚木くんより回るんで、そうですね、プロダンサーさん、そこだけははっきりと主張したいですね。なめないでくださいね。こう見ていきましょうか。いきましょう。じゃあどうぞ。はしゃいで騒いで歌っちゃえって歌詞にやっぱなってます。ちょっと早い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 突っ込みたくてしょうがない。情報量が本当すぎます。やっぱ、うん、ここで黒帯入ってますから、ね、ただの変質者にしかないですから、ね、そうです。これを一回無視しましょうね。ついていけないんで、これを無視して、その後の展開がね、はい、無視無視、はい、無視、周りは無視、はい、ここですよ、これさ、はい、頭バク転、頭バク転、バク転って手つくものを頭つきに行ったんですよ、はい、ちなみにプロダンサー小次郎さん、はい、頭バク転めちゃめちゃ得意なんで、はい、で映像差し込みますね、はい、ちなみにこの小次郎さんのファウンドネーション、ドラゴンさんファウンドネーション、はい、ドベルマンさんもファウンドネーション、今挙げた3人頭バク転3人ともやるんで、はい、ファウンドネーションちょっと危ないチームです。そうですね、ド M クルーって一時期地上波では呼ばれてましたからね。地上、はい、地上波で、はい、地上波って何ですか。スーパーチャンプ。あ、頭から落ちるやつがいるし胸から落ちるやつがいるし確かに、はい、みたいな紹介をされてたっていう。あ、ド M クルーファウンドネーション、はい、よろしくお願いします。お願いします。頭バク転、頭バク転同時2人ちょっと止めていいですか。ちょっとダンスじゃないやん。ダンスじゃないですけど、うん、ちょっと我慢できないって愛ちゃんと音符ちゃんだけにモザイク入れるのやめてほしい。しかもモザイク薄いし雑だな。やっぱ山海さんの編集ですよね。雑さも計算されてるのすごくいいですよね。悔しいな。いや、本当なるべく止めないように、なるべくダンスにフォーカスをしていきましょう、はい、笑ってはいけないじゃないですけど、ダンス以外で止めてはいけないですね。そうです、はい、フレーバージャパンはブレイクダンス専門チャンネルなんで、はいはい、お笑いのチャンネルじゃないんで、そうです、うん、あ、飛んではしゃいで回っちゃえの歌詞にぴったり、はしゃめをしてるってやつ、ね、はしゃめをされてます。アニソンバトルで言うとバレエの技術は分かんないですけど、素人の僕らでも分かりますよね。このピレットじゃねえや、ピレットの前のこのピレットって何ですか。ターンかな、ジャズの。ジャズ、これバレエ、まあ、バレエとジャズは同じスキルを共有してる部分があるっていう風に聞きました。お、嘘だったらごめんなさい。あ、間違ったらごめんなさい、はい、でもすごいでしょ、プロダンサーなんでやっぱ知識豊富なんですよ。うんちくでございます。この高さあるじゃないですか、はい、普通この飛べないらしいですよ。あ、そうなんだ、はい、で、あのバレエダンサーで有名な熊川哲也、はい、その人とかの高さがやっぱりすごい。おー、でもこの人パン開いて、山川さんも高い方なんですかね、じゃあバレエダンサー。おそらく
すいません、ごめんなさい。いやいやいや、おそらく軸がブレない。帽子は脱げましたちょ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 、もう一回ちょっと見ていいですか。はい、すぐ飛びましょうね。ここここはい、いや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 、さっきからあつきがある、あつきじゃねえや、あいちゃんじゃなくて、ドレミちゃん、ドレミちゃんロックオンされてますね。ドレミちゃんだけモザイクかかるんですよね、うん、山川さんのユーモアセンス素晴らしい、素晴らしい。山川さん本人はすっげえ真面目な顔だったからガチセーフですね、今セーフ気づかないんで。素晴らしい素晴らしい、すごい多すぎ、何を、もうここの最後のすごい物語ってさ、ドレミちゃんの満面の笑み、アイちゃんへの満面の笑み、おちゃんの真顔、男前があの魔法少女の格好をしてまた終わっている映像、はい、皆さん冷静に見てください。全員成人男性なんで最高ですよね。さっきアラサというアラフォーがいっぱいいますからねこんなことができる大人って最高です、素敵ですね。でやっぱちょっとピッコロが若干隠れてる、そうですね、若干だけ結構かぶってますね。ああ、この動画はやっぱ情報量多すぎです。うん、忙しい、はい、ダンスの部分だけ切り取ってもあの追いつけないんですよこれ。ちょっと一応この後あの NG 集みたいなやつあるじゃないですか、はい、あの止めずに見ましょうか本当に止めない止めない本当に止めない本当に止めない。でもここはめっちゃ好きなんですよ、うん、僕超好き。あの山海さんの編集が光ってる、光ってる、うん、編集で面白さがこう倍増されてる。ノンストップでいきましょう、ノンストップで。僕は止めないですからね、止め、僕も止めないですピッコロ、ピッコロ面白いわ、うん、やっぱすごいなこの動画面白いわ、好きだわ、うん、ダンスもすごいけどやっぱ編集のセンス、やっぱこの動画はすごい。おそらく現在あるダンス動画の中で世界で一番面白いです間違いないですね多分一番再生数回ってるんかどうか、一番面白いです 現時点で。現時点でこれ今390万再生超えしてるんで、おー1000万いってほしいですね。なかなかのモンスター動画なんですけど、でもダンスの技術はすごいですよね。うん、B-boy ブレイクダンサー視点からして、そうですね、ただもう詰め込みすぎてて、あのダンスが目に入ってこない、頭に入ってこない、すごさがもしかしたら分かりづらい動画かもしれないと思って僕らは今日解説してみました。そうですね、プロダンサーが解説する必要がありますよねそうです、そうです、こじつけ、こじつけ、面白さに目いくかもしれないですけど、すごい技術がふんだんに縮められてる。またちょっと解説動画していきましょうね。ぜひしていきましょう。プレバイジャパン TV。次は何を解説しますか。逆に皆さんが見たいのかでもいい。ああ、ね。全然 B-boy バトルでもいいですし、うん。僕と小次郎さんで解説してほしいもん。横浜モックネック。いや、それはね、チャンネルちゃうのよね。そっか。こんなとこスタ。こんなとこ出てこない。出てこないんで。もう本当、もう朝5時前なんで、本当にちょっとそろそろ終わりましょうか。もう終わっちゃういやいや、終わりましょう4時50分で朝の、おはようの時間だから、おはようの時間なんで今から仕事です。いやいや、寝ましょう、寝ましょう、寝ましょうっていう感じで、今日は終わりたいと思います。チャンネル登録してない人、分かってるからな、本当お願いします。さよなら、フレイバージャパンでしたありがとうございました。